おはようございます。日本の女だったらとっくの昔に離婚されてるな。妻が日本人だったら確実に離婚歴ついていた系 YouTuber、 海外難民です。前回の動画を最後まで見ていただいた方はご存知だと思いますが、先月軽い交通事故を起こしまして、警察を呼ぶ羽目になってしまいました。高速から一般道に出るとき、工事用のコーンが道のど真ん中に横たわっており、ぼーっとしていたのか見事に引いてしまいました。高速の出口だったのですぐにその場で停車することはできなかったのですが、止まれるところを見つけ次第車を停車しダメージを確認しました。小さめのコーンだったのでそこまで車にダメージがあるとは思っていなかったのですが、タイヤの上のプラスチックの部分が吹っ飛んでいました。最初911かなと思っていたのですが、マイナーな事故なので地元の警察署に電話することにしました。電話で何があったか説明した後、近くにいるステイトトゥルーパーを送ると言われました。ステイトトゥルーパーは普通の警官と少し違います。一般的に普通の警官は街に集中して仕事をしますが、ステイトトゥルーパーは主に高速をパトロールし、州全体で働いています。電話ですぐ送ると言っていたので、5分10分で来るのかなと思っていたのですが、結局1時間ほど道路脇で待つことになりました。やってきた男性ステートトゥルーパーは、20代後半で背丈は僕と同じぐらいでした。相変わらずかっこいい帽子をかぶっていました。何があったのかを説明した後、彼はレポートみたいのを作ってくれたのですが、保険会社に連絡するかどうかは君次第だ、と言ってきたのです。バリバリ保険でダメージをカバーするつもりだったので、保険会社に連絡する気満々でした。ステイトトゥルーパー曰く、ニューヨークでどんな事故でも保険会社に報告すると、毎月の保険料が上がってしまうそうです。それは自分が悪くない事故でも同じです。例えばあなたが信号待ちをしていて反対車線から車が突っ込んできたとしましょう。車は大破。もちろんダメージは保険でカバーできますが、毎月の保険料は上がります。大体ですが、自分が原因の事故は最大 45% 保険料増加。相手が原因の場合は 10% ほどと言われています。だからアメリカはボッコボコの車が走っているわけです。保険に連絡すると保険料が上がるため、ボディのダメージは直さずにそのままにしています。このチャンネルを昔から見てくださっている方々はご存知だと思いますが、数年前、妻はかなりひどい当て逃げに遭いました。午後9時ごろ、妻は兄の家に行ってきた帰りで、橋の上を法定速度で走っていました。突然後ろからトラックが時速100マイルほどでやってきて、車線を飛び出し妻の車に当てて逃走。
妻の車は何回も回転し停車。一番恐怖だったことは、赤ん坊だった長男が乗車していたことです。その場にいた消防隊によると、幸いにも年代が新しい車に乗っていたので、エアバッグはしっかり機能し、自動的にエンジンも落ち引火もしなかったとのことでした。動画で毎回のように言っていますが、ニューヨーク州はかなり運転が荒く事故も多いです。古い車を買うのもいいのですが、セーフティー機能があまり良くない、または機能していないという理由で命を落とす人がたくさんいます。今やっている作業で有害な物質が含まれている廃材を扱うため、ブーツを外で脱いだり履いたりしています。小さい子供が家にいるので、特に気をつけなければなりません。3週間掃除されていない仮設トイレを使用します。僕のような底辺労働者に人権はありません。仕事に行ってきますので、続きは後ほどお話しいたします。地獄の肉体労働中、お疲れ様です。日本の恥が帰ってまいりました。ニューヨークでの煽り運転は Hello, how are you? という意味です。テープメジャーが壊れたので、せこく交換しに来ました。このテープメジャーには障害保証がついているので、無限に交換できるらしいです。アメリカのあるあるなんですが、店員によって言っていることや対応が変わってきます。ある人は心よく交換してくれたり、ある人は舌打ちしながら交換してくれたり、ある人は断ってきてマネージャーを説得しなければ交換してくれない場合もあります。もう少し道具を変える余裕があれば、こんなせこいことをしなくても済むのですが、今は恥ずかしい気持ちを持ちながらも壊れたテープを交換しまくってます。毎回なんだかんだ言って交換してくれるホームディポには感謝しています。さて、妻の交通事故の話の続きですが、当て逃げの事故と認められ保険が適用となりました。勘違いしている人が多いのですが、事故に遭った時、保険から買った時の価格が戻ってくるのではなく、現在のマーケットの価格分が戻ってきます。例えば5年前に車を購入し200万円払ったとしたら、事故に遭った時200万円返ってくるのではなく、支払い額は現在のマーケット価格、つまり事故に遭う直前その車がいくらで売れただろうという計算です。事故前にあなたの車が50万円の価値しかなければ、50万円しか保険から返ってきません。妻の場合、保険から返ってきた金額でローンを返済し3000ドルほど残りました。残念ながら3000ドルは日系スーパーの物価がヤバすぎるという動画を作るのではなく、次の車の頭金に使いました。事故に遭った時、ローンがあと2年で完済だったので、事故に遭っていなかったら今頃車のローンを完済していたでしょう。妻は普通に走っていただけなのに突然当てられ、毎月の保険料が上がり、さらに新しい車のローンを最初から払わなければならなくなったわけです。ちなみにですが、当て逃げした犯人は橋にカメラがついていたので特定されました。
彼が現場から走り去った理由は気づかなかった。彼の車にも結構なダメージがあったため、警察曰くおそらく泥酔いしていたのか灰だったのだろうとのことでした。ただ現行犯ではなかったということで、泥酔いしていたかという証拠は取れません。結局彼は捕まることなく違反切符何枚か切られて終わりとなりました。ブチギレる現場監督。最近はどうして車2台持っているんだという質問が、しつこく説明する気持ちが悪い過去の動画のおかげでようやくなくなってきましたが、なぜ中古車に乗らないんだ。私は3000ドルの車に10年乗っている。お前は贅沢でバカな人間だ。というお褒めの言葉を混ぜた質問が来ます。僕の個人的な意見になりますが、中古車、新車を買うかは全く好みの問題なので、どちらが正しいとかではないと思います。僕はオーストラリア、ニュージーランドに住んでいましたが、その時2500ドルぐらいの中古車に乗っていました。窓もしっかり手動で開けるタイプでした。古いから数ヶ月に一回壊れ、毎月結構な修理費を払っていたのを覚えています。当時は短期滞在だったので、ほとんど乗り捨て感覚。修理費が毎月どんなにかかっても、あまり気にすることはありませんでした。正直、アメリカで車の購入を考えていたとき、僕はしっかりした車であれば中古でも良かったんです。別に新車でなければダメということではありませんでした。ただ僕はそこまで車に詳しくないので、お得に中古車を見つけることも、壊れた時自分で修理もできません。なので変なものを売りつけられたり、維持費が高くなる可能性が高かったわけです。アメリカで新車を買った理由はいくつかあります。1、妻の父の知り合いが日産のディーラーのオーナーだった。多少の割引、クレジットスコアがクソだった僕でも、なんとか頭金を少なく毎月の支払いが低いローンを組んでくれました。2、新車は壊れにくい。当たり前ですが、新車は中古車よりも壊れにくいです。僕の仕事は車によって支えられています。仕事に行くにも、1日通勤2時間、フードデリバリー、ライドシェアと車が突然壊れたら、修理費は一旦置いといて、その日の収入がゼロになってしまいます。なので、ああ、車壊れちゃった。次の目的地まで Uber で行っちゃおう。えへ、なんてことができないわけです。3、中古車と新車ではローンの利子が違う。ニューヨークでは中古車の方が年間の利子が高くなります。現在2024年、中古車のローンの平均利子は 11.91%。新車の場合は 6.73% です。これはもちろんクレジットスコアによって変動します。クレジットスコアについては過去の動画で説明していますので、そちらをご覧ください。どの動画だったかは残念ながら覚えていません。例えば100万円の中古車を買った場合、だいたい一般の人は5年から6年かけて車のローンを払い切るので、全体の価格が155万円くらいになります。
新車の場合は100万円だと年間6万円くらいで済むので、5年で130万円くらいで済むわけです。4、命はお金に換えられない。動画の前半で述べた通り、ニューヨーカーの運転はとてつもなく荒いです。煽り運転、ブリンカーなし、車線変更禁止ライン完全無視、ジグザグ運転、スピード違反など当たり前です。冬場は通勤時に行きに1件の交通事故、帰りに1件の交通事故と異常なほどに事故が多いです。いつもスマイルな外人さん、ドアを開けてくれる優しいジェントルメン、ハグで迎えてくれる優しい外人さん、忘れてください。アメリカ人はハンドルを握ると豹変します。何かあった時、エアバッグが機能するかわからない中古車より新車の方が幾分か安心です。アメリカは安物買いの銭失いになることが多いです。例えば安いジャンクの食べ物を食べれば節約になりますが、アメリカの医療費が半端ないため、病気になったら数百万、数千万の請求がきます。車も安いものを買うと問題だらけで、毎月数百ドルの修理費、最悪事故をみたいになります。なので個人的な意見ですが、特にアメリカでは毎日使うものは諦めて良いものを買った方が節約になると思います。それでは本日もお金持ちのご主人様に夕食の配達をしてまいります。お疲れ様でした。先週、妻の親友の結婚式に出席しました。しばらく自分で髪の毛を切っていて、実はかなりひどい髪型になっていました。さすがにみっともないと思い、結婚式前約6ヶ月ぶりに床屋に行ってまいりました。日本で気軽に安く床屋に行けていた頃が懐かしく思います。僕はアメリカ生活にとても馴染めている。アメリカのパーティー最高。